モーニングジャム。3、4、おもろい家族。この時間は草と共に生きるオーレックと焼肉うどん味の町ウエストの提供でお送りします。さあ10時30分になるとモーニングジャムはおもろい家族、面白い家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には古河市にある増田切箱店の霧の中島まな板プレゼント、それからね大賞ノミネート作品の中から抽選で3人の方に霧の中島フォトフレームプレゼントっていうことなんですが、これ今週ラストチャンスっていうことなんでね、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、じゃあね、あそうそう、今現在このモーニングジャムはウエストで夏のうどん祭り開催中。ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですよ、もう美味しいうどんもね残すところあと1週間と半分ということになりました。はい、私が今回新作で作ったうどんがですね、牛とろお揚げのつけ汁うどん、麺が水の中でお湯出るスペシャルごぼ天付き、略して中地つけ汁、倍麺もあるよっていうことで、熱々のつけ汁に肉うどんの肉、ふかふかのお揚げ、長ネギ、そこにとろろ芋がかかってて、ネギ、天かすはお好みで、水の中で涼やかに泳いでいるうどん麺をすくって、そして熱々のつけ汁にくぐらせてつるつると言ったらですね、もう本当に幸せが訪れる一品です。はい、はい、ごぼ天は適度なタイミングでどうぞ。あの売麺っていうことで2玉なんですけれども、女性でもね2玉ぐらいでね、あの楽しんでらっしゃる方が多いみたいです。それからリスナーが考えたのがね、コーンとオクラのかき揚げがついたトマトたっぷり、なんとなくラタトゥイユうどん細め、略してシャンゼリゼの噂話、トマトスープを和風だしで味付けたナス、ズッキーニ、そしてパプリカが乗っている、でかき揚げがコーンとオクラという甘くてネバネバしてて最高です。はい、あのぜひよかったらね、もうあと1週間と半分ですから、はい、食べていただけたらなというふうに思います。さあそれではね、今日届いたおもろい家族紹介することにしましょう。こちら女性の方ですね、中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。天真爛漫な娘の話、ママ友がめっちゃ笑いながら話してくれました。ミサンガってありますよね、切れたら願いが叶うって言われているあのミサンガ、小学2年生だった娘はお友達からもらったミサンガを足首に結んでいました。いつもの夕方、うちの周りで近所のお友達と元気いっぱいに遊んでました。大の仲良しのなっちゃんと遊んでいたら娘の足首のミサンガが切れたそうで、おお、なっちゃんのママがたまたまそこに居合わせたらしく、よかったね、何のお願いしとったんと尋ねたら、娘はあのね、尻尾が生えますようにお願いしとったと、というふうに答えたそうです。なっちゃんのママは何と返事をしていいのかわからず、慌ててうちにやってきて、尻尾が生えるかもよって大笑いしながら教えてくれました。当時娘はピカチュウが大好きで、尻尾どうしても欲しかったみたいです。あれから15年経った今、尻尾は生えておりませんが、大学から始めたカヌー競技で地主になってます。すごいですね。え、何がすごいですね。何がよ。だってびっくりじゃないですか。え、地主、うん、地主ってわかる。え、なんですか。カヌーを始めて地主になったんですよね。うん、地主ってわかりますかね。あ、合ってる。まあ、あのお尻のところにぷくって字ができるっていう。あ、その地主。地の主。尻尾じゃなくて地主って。カヌーで私めちゃくちゃ稼いで地主になったのかと思いました。尻尾まではね無理だけれども、はい、その話なんです。なるほど。なるほどっていうか、もう本当ネタをぶっ壊してしまう。通常だったら、うわ、すごい話、そこにオチがついたのっていう話だったんですけれども、すごく残念です。すみません。大丈夫です。さあそれからね、はい、これいきましょうか。男性の方、正幸さんですね。中地彩奈ちゃん、おはようございます。おはようございます。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。お盆になるとカレンダー通りの勤務で、お盆休みのない私、今年は帰ってくるんやろうと聞いてくる父のことを思い出します。
私が小学生の頃、父が捨ててこの上からあそこを描きながら、なんかかゆいんやけど薬ないと聞いてきたので、兄と私は目を合わせて、そこにあるのがかゆみ止めの薬だよと肩こりの母が使っているアンメルツ横横を指さしましたそしたら慌ただしく捨ててこを下ろし、何の疑いもなくあそこにアンメルツ横横を塗った瞬間に、この世のものとは思えない声を上げた父、吹け吹けと大声を上げる父の股間を私は一生懸命そうじゃなくて拭えお盆になったら集まって毎年毎年この話で大盛り上がり、兄が父さんは老けって言ったのに一生懸命お前老きよったもんねと勘違いで大笑い、そんな父も今年で82歳、今年は帰ってこんでいいけんねと連絡がありました。まあね、新型コロナウイルスのなんだかんだでね、はい、まあなかなかもう帰れないっていうね、今年はそういう状況なのかもしれませんけれどもね。そう